テルでーす。今日は大家さんになるならまず法人を作ろうというねのをお送りします。大家さんになるならまずは法人を作ろうというね、途中からやる方もあるんですけど、大家さんになるならもう法人を最初から作った方がいいというね、ことなんですが、まあ個人所得税って800万、まあ、超えていきますと法人の方が税金を少なく済むっていうのがあるんですが、で中小の、ね、法人の場合は所得が400万円以下で実効税率 26%、 800万円を超えると 34% ということで、まあ、法人を作っちゃおうと、ね、詳しくはね、まあ、税理士さんの相談ということなんですけども、この大家さんになるのにね、まず法人を作ると自覚ができるというのが大きなメリット、それから法人は個人より税率が安い。ね。で、給与所得として親族に分散できる。ね。だから奥さんを専務にしたり、息子さんをなんとか専務にしたりね。よく商店街をね、行くとそういう人いるじゃないですか。息子さんが専務だとかね。そういうことです。それの、まあ、家主版みたいなね。これ全然、なんていうの。いいんですよ。よくある話でね、何代目ってなっていけばいいんでね。で、法人は経費を認められるし、キャッシュフロー経営をやる、家主さんになるなら最初から税理士さんと相談して法人にした方がいいと、こういうことですな。で、時間の経過で大家さんとして資産はどんどん増えていくわけですね。徐々にね、1年に1個ずつでもね、だから10年だと10個になるわけ、20年になると20個になるわけでしょ。で、それでね、最後ね、年取るとね、相続の時にこの、法人にしとくとね、会社はこの株で譲ればいいんでね、株っていうことはその株の評価ってことは一株当たり資産というね、純資産ですな。ローンがあればそれ引いてっていうね。で、途中で法人に切り替えるよりはいいということなんですな。で、新設法人に融資はつくかっていうんですけども、まあ融資は得られるけどもね、最初は個人としての信用が大事なんで、まあサラリーマンの方ですとね、信用ありますんでね。でもまずは現金を貯めないとダメですね。で、最初のうちはまあ戸建て、まあ、自分で買えるね、350万とかそういう範囲のね、4、5年貯めれば貯まると思うんですけどね、それで新車買ったりね、そういう家の頭金、自分が住むための家の頭金なんかにしちゃダメ。まず投資にともかく回そうと、ね、家主になると。で、物件の検索はね、ケンビアットホーム不動産ジャパンね、これどこで探せばあります。で、最初はね、安い戸建て賃貸投資をやってですね、3つまでは現金で、まあ、途中で1個2個になってくると、こうキャッシュが回ってきますから、そうすると3個目ぐらいはキャッシュで買えてね、で4個目からね、本格的にやるときには融資を検討すればいいかなと、こういうことですね。それからもう一つは日本政策投資銀行というのがありますけども、あ、投資銀行で投資金融公庫かな、まあ、ちょっと後直しておきますけど、若手でも女性でもシニアでもね、大家事業の企業資金を借りればいいというね、こういうことです。私もね、この日本政策投資金融公庫はね、一回ね、相談に行ってみたいと思ってます。法人化についてはね、費用がかかりますね。これね、税理士の先生が話したのをね、ちょっとチェックしたんですけど、まあ、設立費用が10万から25万。これは会社、法人、株式会社とね、合同会社、まあ、一人でやる分には合同会社でいいっていう場合は安いんですな。で、税理士は月に2万で、年に20万で、まあ、これ、ね、年商1000万以下のね、まあ、目安ですけども、そうすると、これは、まあ、決算もやってくれるみたいなことは書いて言ってましたね。で、赤字の税金の場合、法人税ね、赤字の場合は、所得税はかかんないですけど、法人住民税ってね、7万円かかるということで。から、交際費はね、800万まで使えるって言うんで、これは飲み食いね、
これで出せるっていいですね。からあと車も経費で買えるし、家族にね給料払いますね。子供なんか引きこもらせないでね、この家主の手伝いさせてアルバイトで雇っちゃいんですよね。まあ、そんなことで物販の個人事業主が法人なりになるときは、まあ年商600万で所得が300万から目安ってことでね、経費300万として、年商800万なら 15% が所得税だということなんで、な、まあ詳しくはね税理士相談しましょう。ということで、大家さんになるのはまず法人を作ろうというのをお送りいたしました。内容が良ければいいねを、そしてチャンネル登録していただきます。そこんなのをどんどん出していきます。それでは。